クリコール酸、または、ヒドロキシ酢酸は、アルファヒドロキシ酸の一種である。砂糖に関する作物砂糖キビ、天才、パイナップルなどに天然に含まれる。有機化学の材料、溶媒、塗料、染料、香料、防腐剤、また概要して、スキンケアに使われる。日本の法律で濃度が3.6%を超える、ものは劇物である。 無色無臭の吸湿性の結晶で水に非常に溶けやすい。グリコール酸は砂糖作物に関連しており、砂糖キビ、天才、パイナップル、カンタロープ、および未成熟のブドウに見られる。グリコール酸は天然に存在するため安価に手に入れることができる。科学的にはクロロサク酸と水酸化ナトリウムの反応で合成することが可能である。有機合成では、 酸化還元反応、エステル化などの中間体として使われ、高分子化学では、ポリグリコール酸や他の生態的合成のある強重合体のモノマーとして使われる。織物産業では、染料や舐め資材、食品産業では、香料や防腐剤として使われている。また、グリコール酸は、エマルションポリマーや溶媒、添加剤として、インクや塗料によく含まれており、 流動性の向上と光沢を与えている。概要では、皮膚への透過性が優れているため、皮膚下でのケミカルピーリングでは20から80%の濃度、家庭用スキンケアでは10%以下の濃度で使われており、シワやニキビ、色素過剰などを改善する効果があるとされている。皮膚に使用すると、クリコール酸は、表皮の上層と反応し、死んだ。 皮膚細胞の脂質の結合力を弱める。これにより新しい皮膚細胞があらわになることになる。クリコール酸には強い刺激性がある。摂取すると毒性のある臭酸に代謝される。2016年に改正された毒物及び激物指定例によって7月15日より本品及びこれを3.6%を超えて含む製剤が激物に指定された。 そのため一部の高濃度に含有していた化粧品などに配合できなくなった。ありがとうございます。